はい、今4時30分ですね。買い物から帰ってきました。5時には一発、5時了解っていう感じにしておきたいですね。仕入れてきました。いろんなものね。まあ大事ですね。こうやって、青いナッパ系とか、何かから、こんなね、イカの刺身。これ、ほら、マダラですね。すごくいいね。あ、そうだ、いかん。先にやっとかなきゃいかんことがあったぞ。帰ってきたらすぐにやることっていうのは、とにかく時間のかかる、下処理ですね。里芋をね、今日は塩で使いますんで、里芋をガツガツと煮なきゃいけないですね。汁でね。最初にね。これはもう一番最初ですね。これはもう始めちゃう。で、今日何やるべってのはね、考えながらやってきてますから、ごめん、もう一個やんなきゃいけないことが、まあいいや。それは後でもいい。後でもいいっていうか、後でもいいってことはないね。で、それで今日は何かっていうと、この後ですね、こんにゃくと、マダラの子を焼いてみて、これね、この辺はいつ食ってもいいけれども、どうするかってのはちょっと考えましょう。エビがあって、やっぱヤスリ。ね、ヤスリ。ヤスリばっかり食ってますね。それはしょうがないね。ヤスリじゃなくても買うものもあるけどね。今日はビールやねん。嬉しいね。ちょっと仕事うまくいったんで、祝杯でございます。これね、総八ガレー。総八だよな。総八ガレーね。これ形が大きくなると煮付けになったんですけども、今朝うまく、唐揚げがうまくできたんで、魚の唐揚げね、できたんで、これもうやっちまえっていうんで、買っちゃいました。で、まず最初何始めるかっていうと、焼き鳥のために何があるかと申しますと、鶏の皮を焼かないとダメですね。これ大事ですね。で、この辺は汁に使いますね。汁は豚の肉があるんで、それを使いましょう。で、これ、とっても大事です。どういうふうに大事かっていうと、カブはもう葉っぱ買ってきた日に、速攻でみんな落としちゃって、汁に使います。これね、大事ですから。ポイントですよ。ちょっと入るよね。いろいろといいことありましてね。それで葉っぱをとにかく、お、まゆちゃん来ましたね、まゆちゃんが来ました。これは後でまた使ってもいいですからね。このまま炊いて、僕は、こいつはサラダにしちゃいますね。シャッター、ビールを冷やさないとダメだ。いただきます。で、スピード的に一番早くやらなきゃいけない、次に早くやらなきゃいけないのはこいつらですね、この二人。なぜかというと、糸こんにゃくをことと煮ないとダメですから、糸こんにゃくを煮ましょうね、このね、ずらーっとね。糸こんにゃくはこうやって水に入れてから切ってください。そうすると、水がピュッと出てきて、目に合わないようになってね、顔にかかったりするからね。大変ですから、ちょっとこんにゃく加えて、これ大体2回に分けて食べます。2回に分けて食べますね。2回いっちゃいましたね。2回に分けて食べるから、2回いっちゃった。なんちゃって。向こう側で里芋をコトコトとやってますんで、その間こっち側で糸こんを煮始めましょう。で、これですね、マダラのこの煮詰めです、煮付けですね。糸こんと二人きりで煮付けにします、大体ね。それとこれね、鶏皮ですね。鶏皮僕大好き。もしかしたら、この世で何番目ぐらいに大好きですよね。鶏の皮ね。で、鶏皮はどうやって食うかというと、厚揚げを刻んであげて、厚揚げを刻んでですね。で、厚揚げと一緒にこいつパイザラの上に乗せます。で、鶏皮ちゃんを、大丈夫かな、まだ匂ってないね。鶏皮をこのまんま切っちゃってやっちゃいましょう。今日はね、そうじゃないことも多いですけど、厚揚げと一緒にやるときは切ってやってもいいかなと思いますね。これ焼き鳥になります。厚揚げ焼き鳥、めんだこれが。
よし、お、コトコトと煮えてきましたね、向こうの方ね。で、鶏皮をね、2個ぐらいでいいかな。残りはまた次の機会に回しましょうかね。こういうのに乗ることで、ね、お、ごとごといっております。グッドグッド、グッドグッド、うん、ね、鶏皮こうやってね、オーブンで焼いて、最後これネギ散らして、塩で焼きをつけてね、よいしょ。糸コンが煮えたらこいつを進めばね、これは肉の美味しい。で、こいつ、ね、ボウルの中に汁をね、取り出しますね。汁の素ね、今日はカブナ汁ですね。カブナ汁っていうのはなんか中東の方の締めみたいなね、カブナ汁。カブナに里芋が入りますんでね、里芋にカブナ、それで豚のひき肉、それに入りますね。これもやつでしょ、これでちょっとキノコがあって、エンジンがちょっと、どうした？なんかね、どうなんかね、みんな添えていこうか。次は白菜をね、そしてまた白菜を外と内から順に取っていくのにしてますからな、何でもいいですね。これ白菜、それで葉っぱの方は切っちゃって、これ一緒ね、葉っぱは最後に入れますからね。で、こいつをね、これは早めに入れます。で、ですね、なんだっけ、たけのこも早く煮るようにしましょうかね。たけのこ、きのこ、もやし、こいつらは友達。はい、こうやって、まゆちゃん何やってんの、そんなところで。音、何も音だ、ほら、ちょっとこうやって、あ、ちょっと串が入るなって感じになると、外側の方がもう煮えてるっていう意味ですから、でいけるかなと思いますよね。で、今日これ朝作りましたね、鶏ハムですね。この汁もったいない、ね、捨てちゃもったいないから、朝の味噌汁を投げ捨てたとか、鍋に移して、ここに鶏ハムの汁を入れちゃいましょう。まだちょっと柔肌のぬくもりがあるぐらいで、鶏ハムはこっち入れといて、これは後でほぐして使いますからね。中まで大丈夫だね。ほぐしてこれはサラダで使います。かいわれとかとね、一緒にしますからね。で、このスープにちょっとお湯を足してね、足しましたね。そしたらこいつをこっちに置きましょう。で、里芋くんよいしょ。水をざっと入れていきましょうか。水を入れたら、里芋くんですけどね、この辺の葉っぱをくんっとくると、それを後でしまうだろう。ざる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 がたくさん必要になってくるよね。今日は必要だね、ざるはね。ね、里芋くんはこれで、よいしょ、ね、こうやって剥けますからね、簡単にね、一瞬です。その上、一回剥けあるでしょ、そしたら皮と身の間の一番おいしいところ、まあ、と言われてる部分、本当に剥けるかわかんねえよね、これでもう一瞬で剥けてますからね。はい、剥けちゃいましたと。
査定も一番早くから見ますけれども、のっぺ型にするかどうするかというのはまた別ですね。これで里芋で、ね、きのこ、きのこじゃない、これだね、たけのこだね、たけのこくんね、たけのこくんをもう入れちゃって、こいつくんを、ほらね、んで里芋だ、里芋くん、危ない危ない、指切らないでよかったね。このぐらいにしようか。里芋はね、里芋は煮えると本当にあの独特のとろみというかうまみが出てくるから、僕はすごい好きだね。よく糖質制限者たちは打発のごとく嫌いますけど、そんなことねえよ、うめんだからいいんだよ。はい、サトイモくんね。はい、じゃあ入りましょう。サトイモくん、水から動き出します。この人たちも水から動き出します。で、糸こんにゃくがもうコト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 たっぷり見えましたから、この人は糸こんにゃくはこっち、せっかく糸こんにゃくね、水でちゃんと中の香りが飛ぶようにしてくれるね。で、ブラックマサもやし、ブラックマサもやし、ブラックマサもやし、こうしましょうか。で、この人にこのぐらい、このぐらいでいいかな、このぐらいでいいですかね。これをこっち側の方で見始めますね。お湯を沸かし出します。で、こいつがいきます。こいつね、マダラの子、マダラの子が参りますよ。だんだんそういう感じのね、マダラの子ね、これね、いきましょう。で、糸こんにゃくくんは半分でいいです。そんなにいっぱいじゃない。で、半分をね、糸こんにゃくに使います。また半分は後で使いましょう。こういう感じでね、マダラ粉を入れてだな、こうやってね、これでしょ。これ取りに、いらねえかな、もやしな。もやしいらないことにしようか。出しちゃったからね。中で使おうか。戻してもいいしな。よいしょ。そろそろ、一回見てあげないといけないですね。定期的にこれ見てあげましょうね。ほら。うん。OK。薄揚げが、味を吸っていきますね、鶏のね。これが面白いところですね。はい、これでガタ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 と汁が煮えてきました。ね。これはすごいね、月桂樹の香りが強いね。これは嬉しいね。うん。よっしゃ。で、こっちがですね、煮えて始めております。これでだいたい一通り進みましたかな。うん。いいかね、良いかね、良いかねって感じだね。で、ちょっと裏側を片付けていきますね。これも汁が出来上がりますから、良いかなという感じですな。揚げるのは後にしようかな、どうしようかな。よし、じゃあ次に進みましょう。汁がコトコトと進んでおります。多いね。
木の口を取り使いたいのでこちらにここを使えるようにしましょうね。マダラの子はこっち側に行きますから、よくねこのマダラの子をねもう頭のところで切っちゃう人がいるんだけど、っていうのは僕昔そうでしたけど、あれはあまりよろしいことじゃないですね。おーすごいいい味、うん、でふとしたところでマダラの子は入れちゃいます。こうやってね、で外側がよく煮えてきたところで一回揚げて切ってあげるといいですね。うん、こんなだね。でこれそのままずーっと煮飛ばしていきますから、水自身をね。でちょっとだけこれ入れてみましょう。だしを入れて煮飛ばし始めましょうかね。こうやってね落としめたらね、沸騰したらこっち移しますからね。そっちの方のやつがどうかなと、うん、入れちゃおう、もやしね。もやしは僕は必ず包丁で入れてますけど、そのままだと面倒くさくてね。はい、もやしが入りましたね。こっちね。じゃあまた火を強くしましょう。ここを、煮えたところで、はい、入れちゃいますよ。このね、魚、鶏ハムね、ちょっとこれも入れておきましょう。そうすると、旨味が出てきますからね。お、マダラの子が見え始めております。ちょっと早いけど入れちゃいましょうかね。お塩ね、本当はもっとこう狭くて高いやつがいいんだけどね。じゃあこっち入れちゃいましょう。このままあとはずっと進んでいきます。でおじいちゃんが来る時間までにいろいろとやっつけてもらえるので、そちらに取り掛かりと思いましょう。この青い葉っぱね、青い葉っぱは、汁に入れますけれども、基本的に煮ない。こっちはね、でこっちの葉っぱはちょっとだけ煮ると。よいしょ、包丁が乱れ飛んでるので少し片付けましょうかね。よいしょ。こちらね、見えてきてますね。この汁の基本は里芋なんで、里芋が煮えたと思います。あ、煮えてますね。ちょっとこうとろみが出てますよね、汁にね。ここが面白いところですよね。で、豚のバラ肉をこう放り込んで、あれ煮てます。あれ、煮えるなっちゃってね。しゃぶしゃぶ用の肉じゃなかったですね。失敗しました。勘違いしてました。この肉でしたね、この肉ね。まあいいです。よいしょ、トーツ2つ。開いてあげないとダメですね。油分でちぎれますから、ちぎっちゃいましょう。4つ。ちぎんないとちょっと後で食べづらいからね。うん、いい音がしてる。
けですね。おお、いや、もう味決めないとダメだな。味決め、大体味はこれに一つ半ですかな。里芋はちょっと醤油入ってから入れた方が美味しいですよね。おお、いい感じ。もやしがまだちょっとだな。いいだろうね、こんなでね。あんまり醤油味強くない方が美味しいでしょうね。はい、こっち。ここにお醤油が入らないと。お醤油、それもないじゃん。すぐね、かかりました。ごま油入ります。よいしょ。うわ、待って、食べてよ。まあ、こっちはダメ。はい、記念しました。本当かよ。はい、これでこのまんま、入れたわけですよ。こちらも、はいはい、じゃあこの葉っぱの茎の方を入れましょう。もういいね。茎はね、ちょっとアクがあるからね。まあ、葉の方もアクがあるんだけど、ちょっと茹でた方が美味しい。うん。で、こっちの方も、どうなってるかな。うん。ほら、すごいね。この人たちを。ね、ちょっと包丁で切っちゃうと、包丁で切るとこんな感じね、こんな感じ。たら、まだら残ってるのはものすごく水分強いから、中が生ですから、こうやってやって、また落とし蓋をして、そのまんま全部いっちゃう。こちらは、アクが出てきてるからもう OK。そしたら葉っぱを全部あげて、もう火止めましたからね。あとこいつらは余熱でいきます。すごいね、余熱でみんな、青い葉っぱが美味しくできます。ね。これは今日は里芋汁ですから、里芋に豚肉。OK。それで、これで、来たから、ここからどうなるかな。刺身だね、刺身。うん、刺身を使わなきゃいけない。刺身を使わなきゃいけない。刺身、これ。昨日の夜8時ぐらいに来て買ってきましたね。半額ですよ、半額。ふきょ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 。ね、まあ、遠くから来てくれました。わざわざここまでありがとう。じゃあ食べてあげるよ、今日はね、君を。僕の体の中に入っているマイクロバイオソープの大事な一員となってくれます。赤身の魚でございますね。よいしょ。あっちはいいでしょうね。これで。
ネギをわっと散らすんですけど忘れちゃいましたから、後でネギ入れます。こいつね、入ってきました。そんなにね、大げさにいっぱい切らないでいいですからね。あ、僕厚く切ったら刺身嫌いでね、とにかく薄い刺身が大好き。貧乏くせー、まあ、3分してください。よいしょ、刺身がみんなこんな感じでね、これでちょっと改善されると量が減るので、ちょっとパッパッといいでしょう。お、前が泣いておりまいたー、泣いてきましたー、うんうん、ほら、こちらはどんどん進んでますね。で、ここで何をやるかと、これからサラダを入れます。サラダ、サラダかもね、ちょっと使って、で、サラダの登場、ね、はい、あれですね。お、マイクのワンワン覚えております。自分もどこか行きたいと思ってんだね。残念だけど、いけないね。外には怖い怖い怖いがいるからね、カツオで起きて入れて、キュウリちゃん、あ、いけない、キュウリ半分もあったな。まあいいや、後で行こう。よいしょ、うるさいよ。基本的にサラダは大きさを合わせるってやつね、よく言うんですけど、別にいいんですけどね、楽しければいい、おいしいのが一番。こちらな、この人ね、この人がこうだこうだ、これでいいね。よいしょ、で、これで葉っぱの方がどっちのどこに見つけに使いますから、この方から使いますよね。で、入って、はい、入って入って、はい、次からね、最後はかぼちゃを入れちゃうでしょ。あ、皮を乗せてたね。ね、生で食うときは皮を剥いた方がいいかもね。ほら、巻いてきた。あんまり受けない。Thank you.
しゃう。カニ玉とかなんかホタテとかも入れてもらえると。やばいですね。あーしまった。本当はね、ここにね、カマンベールチーズがあるから、パッと入ってほら、結構食わないと残っちゃうことあるから、食いつきはね、この間残ってカビ生えさせるぐらいなら、こうやって、お、マギちゃんがジャンプしてます。ダメだよ。君にはあげないよ。親父さんが食うんだよ。もっと俺が食べるんだからね。はい、入れちゃいましょう。はい、入れちゃいましたね。そしたらこれをこうやって、はい、とエビにチーズに貝バレに何かにと入ってます。もうちょっとマヨネーズ強くですね。どっちにしてもね、これ汁が出てくるんで、そうするとちょっと味の調整をした方がいいですよね。なんか飲み屋のあれ見てね、飲み屋さんの食べるのね。まだじゃあ前これ食え、あげるよ。キューブをね、これで完食しまして、レタスもこれだね。また入れるよ。よいしょ。で、これね、なんだっけ、パイナップル、パイナップル、パイナップル、詰めましたね、はい、ここにヨーグルトがかかって、今日のおじちゃんのデザートだね。よいしょ、うまいんだから。で、こっち側でこれが始まってるから、さてどんなかなって見てあげましょう。まだですね、こんな感じですからね、もうちょい逃げます。餃子だ餃子するんだったよ今日、忘れてた。よし、餃子に向かいましょう。
まずミラとキャベツを刻みましょうかね。芯の方からだと思います。これでなんだけど、肉そんなにないんだよ。だからもうしょうがないけど、ゆでをこれやってね、たまにこのビニール袋が切れて残ることがある。それは気をつけた方がいいで。よいしょ、まな板が小さすぎる、失敗。ミナお前好きなの？そんな甘くねえぞ。ミナは。汁がちょっとずつ出ますよね。まあ正当じゃないんだろうけど、僕はその汁大好き、なるべく捨てないように。まあうちの奥さんなんかはぎゅうぎゅうと絞るけどね、僕は絞らないかな。それなりにみんな味わいが違うからね。ニンニクも入れない派だし、いろいろとありますよね。アリンス、結構ありますね。で、マダラの方をちょっと見てみましょうか。うん、いい感じになってきましたね。うん、うまい。マダラの子に鮭の白子があるからね。今日はハッピーハッピー魚卵大会だよね。僕いつもごま油入れちゃいます。最後の方で入れちゃうんですね。煮詰まっていくとごま油が味が入ってきますからね。ネギを散らさすのもね、忘れてたんで、ちょっと火をつけて、ネギを散らかしてあげましょうね。ネギが今度焼けますから。
で、ね、焼けてネギの旨味が中に入っていくんですね。これすごく美味しいからね、焼き鳥としても最高で、ネギの旨味ですよね。ほんのちょっとでいいですよね。で、こちらでやっつけてますから、まずドライつけてみましょう。餃子のお肉ね、ニンニクは結構足が早いから、あんまり置いとけないんだよね。餃子の皮が25枚、でこのぐらいの中華包丁でやっとるんですよね。たまに使ってみるか、久しぶりに。重さが違うからものすごく楽なの、中華包丁ってのは。こういうことやっとる、ただ気をつけないといけないよね。手が添えない方がいいってことなんですよ。いいかな、肉汁出しちゃったね。うまそうでしょ、餃子。ごま油とかいっぱい入れるの忘れましたが、いいことにしましょう。塩が入ってりゃいいさ。で、これはあの油が体温で溶けて、その油が野菜の中に入っていきますので、そこが大事ですよね。で、大体4等分にして、でも2等分でもいいんですけど、さらに4等分。で、20個だったらこれ1個頭まで5個できますからね。おお、もういいね。ほら、もういいね。いい感じですね。マダラの子、はい、OK。マダラの子はまたこれを捨ててますからね。はい、隣の餃子さんに行きましょうか。昔は餃子さん一大イベントですよ。最近パコないから面倒くさいから、ひょいひょいっておしまいっていうことなんですよね。最近羽根付き餃子上手に作れるよ。はい、じゃあ、ね、羽根付き餃子を上手に作る方法を発見しましたね。バットにね、とにかくたくさん小麦粉を置いておくので、包んだやつを小麦粉まみれにしとくんだよね。これが大事みたいだ。普通に割ってますから、今度は25個。
が十分ありますね。はい、断面付きでおいきましょうか。まず10個20個分作りますからね、これでね。よし、一つこの世のなんだかね、こんなぐらいにしましょうかね、今日は、ね。ね、綺麗にこう畳むのが上手な人もいるけど、僕はあんまり好きじゃないんで面倒だからいいなと思って。で、中国の人に習った餃子の、あの包み方とかもね、あって、それが好きなんだけど、なかなか難しい。ここをこう折ってあげて、こう包むんだよね。水餃子の包み方ですよね。でもこれ早いから、僕は好きなんだけど、不評だったりしますんで、こんな感じでいいかな。3、4、5個、ちょうどいいな。25個できるの。水で濡らすけどさ、あれも俺あんま しないことが多くて、下めんどくさくてさ、お、まいちゃん泣いてます。しようか。まゆちゃんが泣いております。まゆちゃん。そんな話でいいの？餃子生だから食わないよ。1つ、2つ、3つ、4つ、5つ、1、2、3個、本当にここ全部いったね。おじいちゃん、あ、しまった。ここ水だよ。大変なことしちゃいました。これダメじゃん。溶けちゃうよ。しょうがない。こうやってこうやってこうこう。勘弁な。ごめん。勘弁。これこれ勘弁だよこれ。勘弁してちょうだい。うわ、ドロドロだ。ちょっと急ぎすぎてるよね。人生急ぎすぎに注意だ。金がすごいですよね。あなたは水嫌いで。いや、お前の注意が嫌い。昔あの高田馬場で食べた餃子、こういう餃子でね、側が包んでないんですよ、ね、それがすっごくうまくてびっくりした記憶がある。肉汁があの皮にパリッと入ってって、
うまいんですよね。いまだに俺あれ何だったんだろうってよく思うんだけど、まあ早いし家庭料理だからね、もう面倒なんで、それをちょっとやってみましょう。ここら辺ね、こうやって入れて、ここをこうつまんで、これだけで終わってるんだよね。俺もあの量が多いときはこれやっちゃいますね。具の量が多くて皮が少ないときとかはね、こうやっていきます。あれと、なんだろうな、高田の馬場からずっとあっちの方行ったところ、なんだか橋っていうところ、あの中心の方にね向かったところでありましたよね。まだいっぱいあるのかな。意外と皮が多くて1、2、3、4、5、6、7、8、9でしょ。10だからあと5枚ぐらいかね。こいつらはこうやってね、しいたけとかたけのことかいろいろと餃子に出たもんだけど、最近はもう面倒くさくて、ここ3枚前うるさいよ。少ない、こんなんだ、ラストは。かわいいね。うん、はい、オッケー。はい、じゃあ行きますか、半月餃子さん。まずは火をつけて、少しね、これもう火がちょっと変わってるんですけど、はい、ここがさっきの高温になる油をね使いますね。火を止めちゃって一回油をボウルに取ります。これ大事ね。
はい、そしたらここがショウ、こんな立派なもんかよ。はい、終わり。焼けましたかってね、なんか面白いね、こういう餃子もあればこういう餃子もある、まるで人生のようだ。何が、うん、こんな感じになってきましたね。こっちはね、よくやってるね。このね、下に、あの、油に粉が混じってるのがいいみたいだよね。あんまりこう、わかんないんだけどさ。とにかく、こういう感じになっていくでしょ。ここでこれが入ってる水をね、ちょっとかけてあげないといけないんで、この小麦粉を使っちゃう。このぐらいでいい。水使うとかね、なんかお湯使うとか、いろんなところによって違うんだよね。これはキッチンさん、うん、きっちりな、大丈夫、きっちりじゃないの、ここで3分
綺麗になってきましたね。いい音だね。